郎神父と式に列席した方々の集合写真。画面奥には島があり、そこから白い霧状の物体が漂ってきている。島には鳥居や灯籠らしきものが見え、何らかの霊が祀られているのだろう。その霊が一種の霊波を発しているものと考えられる。投稿者はこの写真を見た後に疾病で倒れたと述べているが、この霊によるものではないだろう。霊波の力はさほど強くなく、気にしすぎることはない。こういった霊の映り込みを避けたい時には、教会やホテルではなく神社などで結婚式を行った方が確実である。バイオリンやトランペットを手にした子供たち。投稿者が子供の頃に参加したコンサートでの写真であるという。画面中央、座っている女性にご注目をいただきたい。その左膝に現れた霊がお分かりだろうか。これは高色な霊が起こした現象である。この女性のことを気に入ったのかもしれない。気に入られた方はたまったものではない。霊はずっと彼女のことを近くで観察しているのだから。カメラに向かって楽しそうに笑う少女が3人。写真が撮られる前日、この辺りに季節外れの豪雨があったという。通常透き通るほどの美しい川が白く濁ってしまっている。お気づきだろうか。少女の背後、水面に浮かび上がる足のような影。この川で溺れ死んだ者の霊が何かを訴えているのであろうか。温泉で撮られた2組の家族の写真。石に腰掛ける女性に注目していただきたい。お分かりになるだろうか。背後に顔が。温泉の採掘工事ではたびたび死者を出すことがあるという。この場所も同様である。家族を見つめるような顔。もしかしたら幸せに過ごす家族を妬んだ霊の姿なのかもしれない。断崖に立つ2人の釣り人。穏やかな波であったというこの日、一人の婦人がシャッターを切った。そしてこのあと釣り人たちは突然の大きな波に飲み込まれ、海に引きずり込まれたらしいのだ。九死に一生を得た釣り人は写真を見て息を呑んだ。そこには巨大な手が迫っていた。観光地でもあるダムの風景である。この一組の男女、どこか不自然ではないだろうか。女性につきまとうように煙のようなものが立ち上っている。これはこのダムで自殺した霊が女性に取り付いたものと考えられる。不自然に伸びた影からもその怨念の強さが感じられる。心霊スポットとして有名な湖で撮られた写真である。笑顔でこちらに手を振る女性。その足元に手のような影が忍び寄っているのが見て取れる。これまでもこの湖では手漕ぎボートに乗ったカップルたちが転覆して命を落とすなど事故が頻発しているという。死者たちの怨念が楽しく遊ぶ人々を湖の底へと引きずり込もうとしているのかもしれない。そして
先ほどの写真から間を置かず撮られた一枚である。これには女性の顔につかみかかるような霊魂の手が。この時女性は悪感を感じ、すぐさま水の中から上がったという。その後彼女は体調を崩し、1ヶ月ほど入院することとなったらしい。だが命を落とさず済んだだけでも幸運だったと言えるのかもしれない。近所で催し物が行われた際に実行委員会として参加した投稿者の写真。ご確認いただきたいのはこの建物に据え付けられたテレビの画面である。そこに例の顔が見て取れる。この時テレビはついていなかったことは写真からもお分かりだろう。これはこの場所に古くから住み着いている霊である。投稿者たちに危害を加えようという意思は感じられない。あまり人間にも興味がないのであろう。そういった霊は無視してそっとしておくのが正しい対処法である。次の写真をご覧いただこう。これは今から40年ほど前、投稿者の母親がドイツを旅行した際撮影された一枚であるという。投稿者によると旅行先がドイツであったということ以外詳しい情報は何も知らないのだという。ご覧いただきたい。画面左が投稿者の母親であるというのだが、一見してわかる通りその女性の左下に映り込む白っぽい少女とおぼしき姿。この写真は投稿者の母親が持っていた古い日記の中に挟まっていたのだという。その母親は去年亡くなり、今となっては詳しい状況を聞くことも不可能になってしまった。彼女はこの写真に写る少女に気づいていたのだろうか。橋に立つ女性を見上げるように撮られた30年前の写真。顔を左に傾けてご覧いただきたい。橋の一番手前に男の霊が認識できるはずだ。この橋は飛び降り自殺の名所として有名であり、このような写真がたびたび撮られていた。この女性も記念撮影程度の軽い気持ちで撮影したのだが、実際に橋の上に立つと飛び降りたい衝動に駆られたという。画面全体を覆う灰色の影、これはイタリアのとある教会で撮影されたものである。教会内の誰一人としてこの現象を目撃していない。それはこの影が偶然カメラに映った例であるからだ。この教会は100年ほど前カトリック信者たちが集団自殺を図った場所であり、今もなお死にきれない無数の霊たちがさまよっているという。都内のカラオケボックス、歌う青年の右側で拳を突き出すこの人物に注目してもらいたい。どこかおかしい、指が一本多いのだ。実のところ投稿者は彼本人である。投稿者は後日勤めている工場で指を切断しかけた。そして焼き上がった写真を見てゾッとしたという。これは霊からの警告であった可能性がある。たかが一枚の写真であるが、逃すことなく警告として受け止めたならば、あなたも危険を回避することができるだろう。この写真は信州の旅館で撮られたものである。もうお分かりだろう。写真下部に赤くにじんだ光が確認できる。これは少年が生まれてすぐ亡くなった祖母の霊の痕跡である。生まれた時から病弱であったこの少年は祖母の霊に見守られて年々健康状態が良くなってきているという。
霊といってもみんながみんな人間に危害を加えるというわけではないのだ。しかし霊を呼び込む力に長けたこの少年は危険な悪霊をも呼び込んでしまった。少年後方の壁にうっすらと浮かび上がる女性の顔、専門家の鑑定によればこの霊からは子供に恵まれないまま死んでしまった女性の強い怨念が感じ取れるという。暗闇をバックに幻想的に照らされる噴水、投稿者は見とれて思わずシャッターを切った。しかし噴水をよく見てみるとそこには思いがけない霊の姿が映し出されていた。女性と思われるその霊は顔にこびりついた髪の状態からびしょ濡れになっていることがわかる。髪の隙間から悲しげな目がこちらに向けられている。彼女は我々に一体何を語りかけようとしているのだろうか。次の写真をご覧いただこう。これは携帯電話で撮影されたものであるという。投稿者によると近所の公園でイベントが開かれており、その時の様子を撮影したものであるという。よくご覧いただきたい。子牛をつないだリードを手にする女性、その女性の足のあたりにドクロのようにも痩せこけた人物のようにも見える異様な顔がある。これはこの地に住み着く地縛霊の姿であるという。戦前この付近には火葬場があり、焼却するため多くの遺体が持ち込まれたというのだが、いまだに死者たちの念は消えないのであろうか。この女性は取り憑かれている可能性もあるため危険だという。